あとはデゴイチの方も適当に拭いてみる。めちゃくちゃかっこよくなった。パッと見でツヤがなくなってるのが分かりますね。こんばんは、しげもんです。今日はこれですね、加藤の SL 山口号のセット、デゴイチと35系客車ですが、これのプチ加工その1ということで、機関車と客車の屋根の部分をツヤ消し塗装してみます。まあ、このままでも十分かっこよくて別にする必要ないんですけど、なんかやりたくなったんでやってみる。で、客車の部分がはいこんな感じ。屋根は多分成型色やと思うんですけど、どうなんかな。本当は塗り替えようと思ったんですが、今回は艶消しのトップコートだけ拭いてみようと思ってます。この床下部分の色も気になるんですけど、ここは今回はスルーして屋根だけ塗り替え、あとはデゴイチもプラ感があるんで全体に艶消しを拭いてみます。まあ、本当は半艶ぐらいにしたいんですけど、僕は艶消し結構好きなんで完全にマットになってもいいかな。まあ、ここは好みやと思うんで適当に。ではやっていきましょう。まあ、客車の屋根のパーツだけ外して塗っていくっていう感じだね。うまくいくかな、思いつきでやってるんですけど。よいしょ、まずは床下を外して、よいしょ、はい見えるかな。で窓ガラスを外す と窓を外して、よいしょ。じゃあちょっと見えにくいですけど、この部分に屋根を外す留めが4箇所あるのかな、左右4箇所、ここを押すことで外れるはず。あ、1個やね。裏から押すことで外れる。お、これね。はい、取れた。まあ、これを並べて一気に艶消し拭くっていう感じだね。まあ、この色結構好きなんですけど、まあ、艶消し拭くだけやと色は変わらないんで単純にマットになるって感じだね。楽しみ。やっていきましょう。じゃあ残りの客車も全部分解していきます。ボディ外して。はい、取れた。でこの車両はダブルルーフで複数のパーツで構成されてるんですけど、このまま一気に塗りましょう。手抜きやね。はい、全部取れましたね。こんな感じ。じゃあ艶消し拭いていきます。今回使うのはこれね、クレオスのスーパークリア艶消しね。これを薄めて拭いていく。中はね結構ドロッとしてるんで、こうね結構トロトロしてる。ちゃんと混ぜて、これを薄め液で薄めて拭いていく。怪しい金色のエアブラシに入れて、では拭いていこう。では艶消し拭いていきます。多分拭けてると思うんですけど、反対側も映ってる？はい、拭き終わりました。こんな感じ。ちょっと動画では伝わりにくいですけど、まあ、艶は抑えられたかな。ただそこまでめちゃくちゃ艶消しっていう感じにはならへんかった。やっぱ色塗り替えた方が良かったかな。まあいいか、こんな感じ。あとはデゴイチの方も適当に拭いてみる。はい、できました。デゴイチの方はかなり艶消しになった。あ、かっこいいね。うん、僕はやっぱ艶消しの方が好きやね。いい感じ。はい、こんな感じで艶消しにできましたね。まあ今見るとちゃんと艶は消えてるかな。うん、甘い部分もありますけど、まあ、ここは適当っていうこと で一番艶消しになったのはデゴイチやね。まあ、後で寄ってみますけど、かなり艶消しになった。とりあえず客車の屋根を直します。ちょっと埃が乗ってるところがあるのと、細かいとこまで濡れてないっていう箇所もありますけど、まあこれは気が向いたら直しましょう。はい、では客車を元に戻すんですが、組み立ては分解と逆手順ですね。屋根をはめて、ほんで窓ガラスを戻す。全てのパーツに矢印マークがついてるんで、
組み立ての向きがわからんということにはならなそう。ここら辺親切ですよね。はい、こうね。ほんで足回りをはめる。カチッよっ。うん、めっちゃ簡単に戻るね。はい、戻った。でこのボディと比べるとやっぱり艶消し感はあるかな。今回は艶消しだけ。じゃあ全部戻していきます。はい、客車の屋根こんな感じですね。ていうか塗る前を撮ってないんで比較にはならないんですけど、若干艶消しになったっていう感じかな。うん、でもパッと見艶消し拭いたかどうかっていうのは分からんね。やった意味があるかどうかっていうのはちょっと謎ですけど、まあいいか。いや、いいっていうことにしよう。はい、ほんで次デゴイチね。これがめちゃくちゃかっこよくなった。パッと見で艶がなくなってるのが分かりますね。うん、そしてお顔こんな感じね。艶消しになっててかっこいい。まあ、これは好みがあると思いますけど、まあ、僕はさっきも言った通り艶消しが好きなんでね。はい、というわけで今回は加藤の SL 山口号デゴイチと客車の屋根部分に艶消しを拭いてみました。まあ、本当はパーツ塗る際は洗浄とかもするんですけど、今回は超雑に艶消しだけ拭いた。あと機関車の塗装ね、今回は丸々上から拭きましたけど、これやと車輪部分とかに塗料が回り込んで走りにくくなったりする可能性あるんで、本当は分解して塗った方がいい。でも車輪についた塗料も拭き取ればちゃんと走るんで、今回は超雑にやってみた。まあ、僕はこういう雑な塗装に慣れてるんであれですけど、おすすめできるやり方かって言われたらそうでもないんで、まあ、そこら辺はね、あれでお願いします。あれで。以上、何の参考にもならない工作動画でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録できるんで、ぜひ登録とチェックよろしくお願いします。では、さよなら。